10時か今ずっとねあのね今日うまくできなくて今ちょっと落ち込んでるので、なんか笑顔で、もし笑顔でなんかできなかったら早めに終わるかもだけど、なるべく話したい元気です、心配かけたくないけど、でもなんか今日うまくできなくて悔しいんです。なんか悲しいとかじゃない、そういう心配してもらう感じなくて悔しい、悔しかった、今日はうまくできなくて、レッスンがだから自分でみんなに心配かけたくないので、自分で自分の機嫌を取るためにイチゴとキウイを買ってきたので、この後食べたいと思います。あと野菜ジュースを2本買った、奮発して、あのいつも70円の野菜ジュースだけど今日は150円の野菜ジュースにしましたうん、70円の野菜ジュースなんだけどね、いっといっちゃんクリスマスの雲ありがとう、スプマンテさん雪の結晶ありがとう、りんたろーさん雪の結晶ありがとう、スプマンテさんファイターありがとう野菜ジュースにしましたちょっと自分をちょっと今日はもう頑張れって、自分頑張れするために買いました野菜ジュースを絶対他のメンバーとかはさ、ご褒美とかもっといいもの買ってるんだろうけど、私何なんかでもイチゴ買ったからね、イチゴ割引になってるイチゴを買いましたどこまでもなんかそういう主婦みたいな精神で生きてるイチゴの2割引きのイチゴを買いました。ふくちゃんファイト2個ありがとう、 AN さんハートありがとう、ありがとうございますいっちゃん声ありがとう、だって違うパセリ、え、パセリ贅沢したのかって思うかもやけん、一応ちゃんと割引のやつを買いましたって、あと普段はちゃんと70円の野菜ジュースってちゃんとあのこうなんていうのなんかもうね、だってパセリはアイドルになったばかりの頃はいつも半額シールを顔に貼って配信してたから、あーパセリ変わっちまったなーって思われないようにちゃんと言わなきゃ、そういうことは、あーパセリあの頃は半額の商品めっちゃ変わってたのに、そっかイチゴを買うようになったかとか思われたらさ悲しいじゃん別にさ買ってもいいんだけどさ買ってるのは別に悪じゃない、悪じゃないんだけど、まあ、あの頃からそういう面は変わってませんよっていうことです。そう節約アイドル、ふくちゃんとうとうありがとう、いいねもありがとう、ニコだってさあ、大吉さんハートありがとう、だってさっき夕方送った自己紹介メールに今月の目標はあのお財布に優しい生活をするって書いたからちゃんと守ってます、多分多分ね、今日はサラピさんと夜ご飯を食べたけど、でもそれはレッスン前だからいいんだ、消費されたかな、お腹空いてる、明日送るねメールで何食べたか、サラちゃんとナゲットですナゲット食べただけだけど誘いました、一人で行こうと思ったけどちょっとさ寂しかったから、この間くだらないとでパセリは誘っても行ってくれないって言われたので誘ってみました、久々に1年ぶりぐらいに誘いましたね、会話は普通にチカッパ頑張ろうみたいな感じの話をしたとは覚えてないけど、ああいちごいちごナゲットはなんか今15個入りみたいなやつが出とんよ、それでナゲットのソースを3つ選べるけん、なんか新作の味がね2個出とって、で私いつもバーベキューなんよけど、今日はマスタードとなんかエビみたいなソースと
あとステーキソースを選んでみたけど、優勝マスタードでした。マスタードで初めて食べたんやけどさ、ナゲット、優勝マスタードだった。でもね、歴代の好きなソースはなんかちょっと前にあった期間限定のソースが一番好きです。好きですね。クロさん、いいのありがとう。私どこまで読んだ、ギフト。昼休みさん、ありがとう。スタッフありがとう。クロさん、お疲れありがとう。いっちゃん、雪の化粧ありがとう。ジラくん、ラブレターありがとう。スマンテさん、ファイターありがとう。マスタードはね、初めて飲んだ。あ、汗でベタベタする髪が。寒いです、もう汗かいて風邪ひきそう。今日みんな寝る前にさ、みんな今日はさ0時1分、あ、今日23時59分までに寝ようって決めてる方はぜひ0時1分に寝てください。高尾紗友香さんの誕生日を祝ってから寝ましょうね、今日はみんなで。高尾紗友香23歳の誕生日です、おめでとう。今日ツイッターでさ、ちりめんパーティーのアカウントがなんかももちゃんとさやの動画を上げてたんですね。次回のチリパワーみたいなやつ上げとったんやけど、いや、どう見ても同級生やんと思って。いや、23回ね、いや、同級生、幼稚園児かなと可愛かったんです、それくらい。一個下ないよ、私のサーヤン。いや、私もさ、結構なんか何年、まあ、おばさん扱いされますけど、ファンの方にもメンバーにも。それでもなんか若く見られる、垢抜けてないから若く見られるんですね、結構。けど私もそうだけどさ、年上成人メンバー結構若く見られがちじゃない？パンちゃんとかねえ。高崎はやっぱ若く見られがちじゃない？そうなのよ、サーヤンあんなに華奢なのにさ、すごいよパワー。だって公演とか見ててもパワフルだもんね。え、くっつく、ベタベタ汗で。定期的に髪をこうやって溶かさないとくっつきます、気持ち悪い。そうだから、あの、私がももちゃんの生誕の時にさ、これからも花のセブンティーン同士頑張ろうねみたいなツイートしたけどさ、あれって私の年齢が最年長って分かってる人にしか通じないネタだなって思った。たまたま48グループのファンで、たまたまパセリのツイートとか流れてきて、あ、STM2 期生ツイッター始めたんだ、一応フォローしとくか、全員フォローしとくかで見た人には絶対分からないですよね。絶対分からないネタじゃん。あと今日はね、歯医者に行ったんよ。歯医者に行ってね、なんか矯正の補填装置をつけてるって昨日話したじゃないですか。私もう3年ぐらいつけてるんよ、矯正終わってもう3年経つんですけど、歯が戻らんように裏側に大きい太めの針金をなんかボンドみたいなやつでくっついけてるんですね。それが外れてきてて3年経ってるから、それをつけ直してもらいに行ったら、なんか終わる時にフッ素塗ってくださったのね、歯医者さんが歯医者さんが塗ってくださって、そう、それでツイートしました。フッ素リンゴ味美味しいってツイートしたんですけど、なんかこの接着剤の味がずっとするんよ。そう、歯医者の後にナゲット食べたんですけど、ナゲットもずっとさ、その接着剤の味するし、なんかね、帰ってきてさっき野菜ジュース飲んだけど接着剤の味今もするし、懐かしいなと思って。これなんかね、矯正装置を私前歯の前側につけてて、
でさ、硬いものとか食べるとすぐ取れるんですよ。でそれで付け直してもらうときにいつもこの味してたんです。だからそう、懐かしいなって3年ぶりの味だなと思って、でもいらんなって、この懐かしさいらんなと思って、いや、フッ素がリンゴ味でも、なんか今日アンピーにフッ素リンゴ味ってどういう意味って聞かれたフッ素リンゴ味って何って聞かれて、いや、フッ素リンゴ味だよって言ったけど、多分分かってなかったと思う、通じなかったです。フッ素がリンゴ味で美味しいっていう意味なんだけど伝わらなかった。フッ素リンゴ味って何って聞かれましたフッ素だよ、歯医者さんのフッ素だよ。あとなんか今日通じないといえば、通じないといえばさ、清水沙羅なんですけど、清水沙羅さんがツイートしてて、青春と気づかないママが好きってツイートしてて、私もずっともう何年も前から、もう10年近く、まあ、そんな前じゃないけど、もう ST が入る前から好きな曲を沙羅ちゃんが、清水沙羅がツイートしとったんよ。だから私もその曲好きって、夕日見ながら黄昏れて聴いてるって送ったら、なんかその夕日見ながら黄昏れてっていうタイトルと思ったらしくてなんかその曲聴いてみるねって返事が来たんですよ。いや何言っとんと思って、どこで天然出しとんと思ってナゲット食べながらね、こうサラピとナゲット食べながら、変なリップ来たんやけどって言って、いや本当意味やからリップ来たんやけどって言ってもう笑ってた、ずっと、いやどういうことってまさかそんな風に受け取る人がいるとは思わなくていやめっちゃ笑ったんよ歌詞、曲名じゃないよって、歌じゃないよって送ったけど、うん、もうおもろいよ。しかもなんかその後、ナシゴレの写真持ってるって連絡来たんですよねナシゴレの写真持ってるって、持ってるけど急にそのリブ返した後急に連絡来て、ナシゴレの写真を求められたんです。いやなんでナシゴレン急に求めたと思って、メールで送ったんかな、清水のメールに来ましたかね、ナシゴレン、もしかして。もう今日はなんか話がうまく通じない日だったなと思って、シミサルのメール魚だったんね、使ってよ使ってよ、ナシゴレン使ってくださいよ、シミサルさん。いや本当に今日はなんかうまくいかなかったな、ちょっと悔しい一日で終わりました。うん、ナシゴレンは美味しいけど、ナシゴレンを楽屋で食べてるとね、あのエディオンの公演前にエディオンの楽屋でナシゴレン食べてるとメンバーに臭いって言われる、いや臭いよって言われるからごめんなさいって言って食べるし、あの口の中がしばらくナシゴレンの味です。だからね、食べてる途中とかにパセリ次メイク順番だよって呼ばれていく時とかは、お先ですお願いします、すいませんナシゴレン食べたんでちょっと臭いですって言ってから座ってる。でもちゃんとその後の歯磨きしてますよ、速攻で。公演中はちゃんとミントの香りで出てるから歯ブラシは、え本当にね、私メンバーにえパセリってさなんでそんなに歯磨くんって聞かれるんですけど、矯正してるから、矯正装置がついてるから、そう磨かないといけないんですよ、すぐ。あのね、虫歯ができやすいらしい、矯正のこの器具の間とかに。でも今日歯医者行ったらさ、なんかこういう裏側に装置、補填装置とかつけてる人って結構虫歯になったりするけど、おさきさんは大丈夫ですね、これからも頑張ってくださいと言ったから頑張ります。私褒めて伸びる人だ、やっぱり褒められたら伸びるよ、うん
褒められたら伸びます。ニョキニョキ。おさきさん褒められましたよ今日。唯一今日褒められたことがさ、歯医者さんだよね。歯医者さんで褒められました。ちゃんとしてますねって、これからも頑張ってくださいねって応援もされた。私のことを応援してくれてる人ってファンの人だけじゃないんですよ。歯医者さんも応援してくれたんですよ。これからも頑張ってくださいねって。あのアイドルってバレてないから、あの歯磨きなんですけど、歯磨き応援されてる。今日も頑張って磨く。オズさん花束10個ありがとう。福ちゃん拍手2個ありがとう。いっちゃんクリスマスのクマありがとう。歯医者さんに褒められる。歯に、え、なんかさ、歯医者さん行った後にナゲット食べたからさ、ほんと罪悪感。まあ明日から頑張ろう。虫歯ない多分。前髪も伸ばそうかな。前髪伸ばす？なんかこういうさ、お姉さんみたいじゃない？こうやって分けてる方が鬱陶しいかな。鬱陶しいですかね、こういう前髪だと。パッツンがいいかな。オサピョンはパッツンがいいよってさ、ダンスの先生に言われるんだよね。迷うね、どうしようかね。ジロ君ハート100個ありがとう。チャンチャラチャンチャーン、チャンチャラチャン、チャン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 。どう？でも私アイドルはね、前髪ありが好きなんよ。パッツン前髪が好きなんよ。あと黒髪ね。うん、悩みますね前髪伸ばすかどうか。でもね、伸ばしてる途中が鬱陶しいよ。一番切りたくなっちゃうもん。なんか急にボンって伸びればいいのにさ、引っ張ったらこうビョンって伸びたらいいけど、伸ばすのが大変じゃないですか前髪って。なんか変だし今、難しい。踏みかけよう。もう正解が分からん。もう汗でさ、汗でもうね、もうボソボソない。今日さっきレッスン動画をさ、今日のレッスン動画見てたらさ、横から見た髪がさ、こんなだったの。横から前髪見たらこんな浮いてたんですよ。こうやってこうやって踊ってたの。ずっとずっとなんかさ、軒先の前髪だった。家の軒先、屋根の軒先、縁側、縁側っていうっけ、それ魚か寿司か、縁側っていう。もうやだやだ、おでこが伸びてほしい。やだ、リミターレさん可愛い、ありがとう。ミシェルボイスありがとう。クロさん手袋ありがとう。なんか私おでこがさ、見てよここ、あの私の配信をめちゃくちゃ前から見てくださってる方なら知ってると思います。ここを一回美容師さんに剃られてしまって、一時期ここがジョリジョリだったんですよ。このこれが、この部分がね、今日伸びましたよこんなに。でもほらこう、わかる、見てこうやって浮くんです。ここが、ここが浮くから上の髪も浮いちゃって前髪が浮くっていう仕組みなの。そう、なんか余分なこれがあるんですよ。でそれを美容師さんに相談したら剃られてしまったのね。 ST を入ってすぐぐらい、自粛期間
自粛期間前かとか忘れたけど、そうあったんです、そうジョリジョリ期間が。でも伸びてもこうやって浮くの、だから本当にね嫌なの、浮くから、ほらもう戻らなくなっちゃっただからさ前髪を結構固めて出かけるんですよ、休みの日でもこう前髪こうピッて。でも今ってさこう検温の機械とかでこうやっておでこを見せんといけん時あるじゃんか、そういう時にもう前髪が終わる。でもそんな私前髪命系の人じゃないから、そう前髪刺繍みたいな感じではないから、なんか小雨とか降っとっても別に全然もうどうぞどうぞお好きに濡らしてくださいって感じなんですけど、この間のくだらないとに行った時も僕隊終わりで TSS ついてさ、めっちゃ雨降っとったんよ。で移動車から建物に移動するときにマネージャーさんが、尾崎さんも傘入ってくださいって言ってさ、マネージャーさんとサラピットパセリでさ傘一本で入ろうって言われたけどさ、あ大丈夫です私って言ってさ、前髪もうどうでもいいやと思って大丈夫です。やっぱ私断るとき大丈夫ですって言うんやね、本当は大丈夫じゃないくせに強がっちゃって強がっちゃって。プーさんハートありがとう、しんちゃんさんコバありがとう、強がりパセリ強がってますねもう私ねなんかね自分に嫌なこととか悔しいことがあると、ああ私が調子乗ってたせいだって思うタイプなんよ、もう昔からちっちゃい頃から、あ私が最近調子乗ってるから神様が罰を与えたんだみたいな思考の人間なんですねみんなはどう？そういう感じの人いますか？前も聞いたことあるかなこれ。ジョニーさんお疲れありがとう。どう？教えて。あ一緒？仲間いるじゃん。よかった。えでも私はなんか。でもね最近はちゃんと嫌な時は嫌って言えるようになったから、あの書き初めでお断り書いてからはちゃんと断れるようになったんですよ。前よりは、前がなんか全部断れずに受け入れる人だったとしたら、6割ぐらいは断れるようになったから、だいぶなんかそういうさ思考考え方もう変わったと思ってたんだけど、今日悔しいと思って、あ私が調子乗ってたからうまくいかなかったんだっていう考え方をね久しぶりにしました。変わってなかった、まだ成長してなかった。あ分かる、なんか体調悪い時分かります、なんかすっごい頭痛い時とかお腹痛い時とか、神様ごめんなさいごめんなさい神様って思うけど、別にそんな悪いこともしてないんですけどね、何を謝っとんやろうね何を謝っとんやろ。あ分かる、ライブ生誕祭卒業公演当たりますようにとか、お願い神様って、そういう時だけ神様に祈ってさ、普段はなんかさ神様のことなんて忘れて生活してるのにさ、そういう時だけなんかみんな人間ってそういうとこあるよね、そういうとこありますよね、都合のいい時だけ神様呼んじゃってねえそう私すぐごめんなさいするタイプだったよ、でも最近はそうでもない。自粛始まっ、そう今年のそのなんか書き初めでお断り書くまでは自分が悪くなくてもごめんなさい、あごめんごめんごめんとか、えごめんね大丈夫とかすっごいごめんマンだった。でもやめましただって常に謝ってる人ってさ、なんか一緒にいてもなんか嫌じゃんね、自分が悪い時は謝らなきゃだけど、悪くないのにずっと謝ってくる人と一緒にいたらなんか疲れ
そうよね、相手の人もね。だからやめました。悪い時はやまります。ごめんなさい、ごめんなさいってするけど、お断りは本当に書いてよかったと思ってる。書き初めでなんか、でも最初に船のさ甲板にさ書き初めがブワーって出されるじゃないですか、先輩と2期とで。パセリなんか真面目に書きなよみたいなコメントとかもあったんですよ。そうパセリふざけて書いてるじゃんみたいな書かれたけど、私は本気で本気で断れる人間になりたくてあれを書いたわけよ。けどね、達成できてますよ。生きててごめんなさいはないけど、まだそんな人いるの？生きててごめんなさいはないよそれはないよ。来年何書こうかな、悩みますね。みんなは何て書いた？髪の毛ボサボサ。プーさんラブレターありがとう。なんて書いたろう、なんて書こうかな。何しようかな、あーにしようかなあーしてもらうにしようかな。あーも断らない女になるしてますよ。私はもう半年ぐらい経つけど後悔してるの今のに、ね、いいと思いますか？そうだよ、引きずってるよ、そりゃそうだ。どうしよう、タンプレがタンプレがさ肩たたき券だったらどうしようパセリ誕生日プレゼントってさあもらってさ、肩たき券とかだったらどうしよう。急になんかタンプレの話するけど、楽しみに生きてるんですよ私は。タンプレを交換するんですね、沖さんと。でさ、肩たき券とかだったらどうしよう。やっぱ年上だからさ、私の方がなんかもうパセリもいつも疲れてるよねみたいな、肩たたき一緒だねみたいな、使えないよそんな。肩叩かせてあげる剣は、うわそんな触れないですよ。肩叩き会、ファンの皆さんの。お疲れ様、今日も来てくれてありがとう。今日はこの後どこのレーンに行くんですか？え？どこのレーンに行くんですか？頑張ってくださいって急にさ、肩殴り、殴り会みたいななっちゃいますお疲れ様です。今日も来てくれてありがとうパセリの肩たたき会ねえ、私さ目標メールに書き忘れたことがある。12月の目標、でも12月来年の目標にドクターフィッシュに行きたいドクターフィッシュに行くこと夢、ちょっとひそかなドクターフィッシュに行ってみたいです
どこにあるのかね。なんか調べたら宮島水族館にあるって聞いたんよ。なんか出てきたんです、ツイッターでさ、広島ドクターフィッシュで検索したら宮島水族館って書いてあって、えと思って、あるのって。行きたい、みちさんに聞いてみようかね。またマスクしてて、今日はレッスン終わりだからマスクしてます。今日は落ち込んでるんです。こうやって元気にやってるけど今日は落ち込んでるから、そんなこと言わないでください。マスクしてごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、許してよ。マスクする日だとあるよ、私だって。おみかんさん、アイスありがとう。思い出させないで、もう忘れてた。トニーさん、バラありがとう。え、そう、ドクターフィッシュ行ってさ、魚がめっちゃ来たら足が汚いってことですよね。足にめっちゃ角質あるってことよね。ひゃー、ヤスベーさん、アイスありがとう。アイス、あ、みんな、みんなクリスマス応募したかい？パセリとクリスマス過ごすかい？すごろくかいって私ちょっと、過ごすかい？すごろくはしないですよ、過ごすかい。りんたろうさん、雪の結晶ありがとう。ふくちゃん、雪の結晶ありがとう。過ごすかい？会いに来るかい？うん、すごそう。え、応募いらんの？あれ自由参加なの？あれ誰でもいらっしゃいますなの？どういう仕組みなの？そうなの？みんなに、みんな来れるってことなの？あれは、そうなんや、楽しみだね、そしたら。いっぱい来てください。まあ、いっぱい来たら密になっちゃうけど、来れない方はまた違う機会に僕たちとかで会いに来てください。クリスマス予定がある方とかはまた次回待ってます。楽しいだね。初めてじゃない？そういうの、私たち2期生って。え、嬉しいんだけど。嬉しいね。急にテンション、私今日テンションジェットコースターだもん。リコちなみに、あ、そうなんや、誰でも見れるんや。来てね、みんな。クロさん、アヒルちゃんありがとう。金色のゴールデンダック。プーさん、雪の結晶ありがとう。え、嬉しい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 、みんな嬉しいから指揮者しちゃおう。確かに交通費かかるね。確かに、確かにね。頑張れ。ジラくん、声ありがとう。楽しみ、楽しみだからもう楽しみにしとこう。そう、野外だよね、それがそうだよね。しかもメンバーはサンタですみたいな書いてなかった？外でサンタするの？もしや、もしや、もしや、ミニスカかな。サンタって大体、サンタのロングスカート見たことある？あるんかな、世の中にロングスカートのサンタ。ある？短いんかね。足めっちゃ寒そうだね。天気どうなんだろうね。
晴れるといいね。でもどうだろう、晴れるんかね。え、クリスマスって毎年晴れますか？七夕は毎年雨じゃん。クリスマスってどうなんだろう、雪ですか、どうなの、みんな教えてくれ。なんかさ、ココアさんがさ、サンタさんみたいなツイートしてたじゃん。私もサンタさん来んかねえと思って。サンタさん、みんなはサンタさん来ますか？私はね、小学校ぐらいまで来てた気がするんだけど、すっかないですね。でもさ、一人暮らしでサンタさんがいたら怖くない？起きてさ、枕元にさ、なんか置いてあったら普通に怖いよね。えってとりあえず一回寝ますよね。寝ちゃいますよ本当に。えって二度目するかもみたいな二度目しちゃ、えでもう一回寝るもんえ、妹にさ、クリスマスプレゼント送るか迷ってる。でももうすぐ成人式なんよ、妹が。だから成人でお祝いするかクリスマスか迷ってるよね。でも帰省があるじゃん。帰省するとしたらさ、クリスマスに渡したった方がなんかちょっと距離が縮まるかもしれんや、妹とのどうしようかな。でも帰省が終わってさ、あー、またセリカ帰ったみたいな、よしよしって、あいつ帰ったって思っとる妹にさ、成人おめでとうってさ、お姉ちゃんからプレゼントが来るんよ。そっちの方がいいかなどういう関係性って感じだけど、反抗期なんですね一生、妹は。反抗期っていうのもあるし、実家が自分の個人の部屋がないから家族みんなで過ごさないといけなくて、私が帰省するとキャリーケースで部屋が埋まるんよ、狭すぎてでしかも私配信とかするから、私が配信してる間妹は静かに過ごしてくれたり、おばあちゃん家に行って勉強しに行ったりしてくれるんですね。車でわざわざ何十分もかけて行ってくれたりするので、そう、なんかそういうお礼も兼ねてさ、なんか送りたいんですけど、なんか20歳の子が欲しいものってあんま分かんなくてね、難しいな。何が欲しいんだろう。何が欲しいの。お姉ちゃんに言ってごらんなさい。お姉ちゃんって呼ばれたことないのにお姉ちゃんずらしてごめんね妹メイク道具にしようかなと思ってる。リップとか、リップがいいかな。成人式っぽい、成人っぽい、なんか普段は買わないデパコスのリップとかを成人でもらったらなんかっぽくない？なんか私のさ、この今日着たこのレッスン着のさ、この顔デカデカプリントしてきた友達さ、着てったんよこれレッスンに。この友達の顔がボーンって書いて、昨日見せたじゃないですか。セリエみたいな、セリの友達私なんとかみたいなやつ見せたじゃん昨日。この子が成人式のさ時にさ、すっごいディオールのアイシャドウとリップを自慢してきたんですねそう、それを私覚えてて、だからなんか成人式イコールデパコスのイメージがこの子のせいでついてるんよ。この子が本当に成人式の席着いた瞬間に見てこれみたいな、最近買ったディオールのアイシャドウなんだけどねみたいなすごい出てきて、それ覚えてんのそうこのリップもさみたいな、くる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 って出して、なんかリップ伸ばしてさ見せてくれたけどさそう、マウント取れました。いや
でも私のさ、あのオーディション最終審査の時プレゼント送ってくれたんですけど、それもディオールのグロスだったもん大好きなんかな。でも誕生日はジルスチュワートだったそこはディオールで来いって、私が送ればよかった。リップにしよう、妹消えました。でも何色で似合うだろうな。妹の前撮りの写真をさ見たくて、絶対可愛いもん。なんかさ顔が小動物顔なんだけど骨格が綺麗なんですよ。ちゃんとあのなんていうの、ここのフェイスラインがしっかり妹はあって、結構私顎ないタイプなんですけど、顎ないからちょっと下向くだけで顎がこう重なって鏡餅になっちゃう。でもそんなもう、ね、めちゃめちゃガリガリだった時とかも顎は鏡餅だったから、パセリ太ったとかじゃなくて普通にね顎がないだけなんですね。妹はねめっちゃ綺麗なんよ顔の作りが。何の話急に。そう妹はなんかなんていうっけ、これ E ラインめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗です。全然似てないんですよ私と顔が。みんな見ることないと思うけどさ可愛いんですよ。ゆうぴょんさん花束ありがとう。そう羨ましい、私も顎欲しいもんなさすぎて、顎ないな。なんかここのここのさ、ここのさ首のここのなんていうの、ここがないの、このここの首と顎のさ距離感がないよ。リンコねねえねえ、ね、リンコの毛のツイート見た？昨日だっけ、ダンスの先生が撮ってくれたコーチとリンコっていうツイートを見てほしい。めっちゃ綺麗なんよマジで、本当にもうやばい。あの骨格になりたいんです私は。でもないの、ないのよ。ギューンってなってる私。おでこも狭くてこっちもいい、こんな丸っこい。クロさんクリスマスクマちゃんありがとう。ねえめっちゃいいよねあれ、私もなりたいな。そう私さ前に話したじゃないですか、めっちゃご飯我慢してた頃があるって、高校の頃に。その時も自分のフェイスラインを綺麗にしたくてめっちゃダイエット頑張っとって、でもそれでもね全然ダメだった。もう骨だからさ、いくら痩せようと骨は変わらなかったですね。いいねあの骨、骨好きかも私。人の骨格、骨格フェチかもしれないです。結構頭の形とかこういうなんかおでこが丸くてこうちゃんとこうなんていうの、こうおでこ丸いヒューシュッシュッシュッ丸みたいな、こういう骨格が好きです私は。うん、おでこが丸い人とおなんか頭の後頭部がこうちゃんと丸い人いいですね。サヤの骨格も好きです私私結構骨格見てる人の。センスゼロさんお疲れありがとう。クッくっくっ待って好きな骨格はそうだな、サーヤン、アンナ、あとはリンコ、オキさん、あとは待って待って、みんなちょっとメンバーのみんな今一斉に脳内でさ一列並んでほしい、横向いて整列してほしい。ちょっと思い出してるけどあんま思い出せ、
ゆらちゃん、ゆらちゃん、ゆらちゃん、ゆらちゃんの骨格めっちゃ綺麗です。え、マジで綺麗ですよ。あの E ラインちゃんとしあるタイプの人、ここのめっちゃ綺麗。あ、リコちゃんも綺麗。リコちゃんはえ、なんか 目横から見た目がすっごい白目が多くてすごい綺麗、羨ましい。あとすっぴんでも涙袋あるから羨ましい。いつも褒めてるんですよ。私も昔からリコちゃんの顔面好きでめっちゃ褒めてるけど全然信じてくれないんだよね。パシャしかそんなこと言ってくれないよって言われるけど、めっちゃ好き。あと私口角が好き。人の無でいる時も口角が上がってる人が好きなので、リコちゃんの口角が好きです。あとね、サーヤンサーヤンの口角好きですね。ピョンって、プーさん雪の結晶ありがとう。クマのクリスマスのやつもありがとう。しんちゃんさんバラありがとう。口角上がってる人好き。先輩は誰上がってますかね。ちょっと待って、今整列させてるから脳内で、全然わかんない。アリちゃんさん、ミネオシさんかな。いつもなんか無でいる時もなんかニコってしてる気がする。あとなんか私目がなんかめっちゃ硬いやん今日。目がこう下の人が好きです。なのでアリちゃんさんの目の顔のパーツ好きです。配置好きですね。待って、アリちゃんさんかアリちゃんさんか問題がまた発生するから。峰吉さんですここのなんかなんていうっけ、これこのさ余白がない顔に憧れますね。ここらへん、ほっぺた。昼休みさんバラありがとう。そう、語っちゃった、恥ずかしい。あ、待って待って、あと1時間近くでさやの誕生日が来ちゃうじゃん。ハッピーバースデー。もう今日おめでとうって言っちゃったサーヤンになんかサーヤンも私の誕生日の時に30分フライングで送ってきたんですよ、おめでとうって。23時20何分とかに送ってきたから、私も今日さっき言ってきた。ちゃんと歌も歌ってきたよ。ちゃんとイントロから歌いました。タンタタン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 だったんだけど、まさかのって言われたなんかいつもなんか反応がね、反応が人と違うんですよ。なんかね、しゃべってもナヌーとか返ってくるから、もうなんか今までさ生きてナヌーっていう人出会ったことなかったからさ、おみかんさんいいね、ありがとう。うん、サーヤンすき焼きするって言ってたもん今日。言ってました、帰るときに。今日私すき焼きだからって言ってた。ネギ買うって言ってた。なぬーっていう。やんちゃんおめでとう。おめでとう。早くタンプレ渡したいな。目の前にあるあそこに。やんちゃんのタンプレ喜んでくれたらいいな。使ってくれやかな、使ってくれなかったらどうしよう。やんちゃん、やんやん、お寿司食べたいな。お寿司が食べたい。寿司お寿司かないやん。さあやん、
私短め配信するかもとか言って結局1時間話してるじゃん。びっくりしちゃう。23時に終わろう。1時間。昨日も一昨日も2時間半配信しててびっくりしました。なんかもうさ、話し始めたら私結構止まらないので、終わりますって言ってからまた話しちゃうんですよ。人見知りだけどさ、てか普通に今の状況をなんか自分で冷静に見たらちょっと恥ずかしくなるけど、人と話したがりなの結構。結構だいぶかなり人見知りだけどね。なんか一回喋り出すとなんか何でもかんでも話したくなっちゃうんですよ。そう。でも今日終わる詐欺じゃない。もう汗めっちゃかいてて寒くなってきてるので、とかもう帰ってきた時から寒かったから、今日はちゃんと1時間で終わって風邪ひかないようにします。そう、もう今日は違うよ。私は落ち込んでる時ほど元気だから、今日も落ち込みなんです。落ち込んでるんです。メール取ってる方は送ったけどもダメな日だったの今日は。だからもう反省会なの。この後もいちごを買ってきたので、自分を慰めるためにいちごを食べながら今日のレッスン動画見返して、うん、ここの振りもっとこうしたい、ここの振りもっと頑張らなきゃ、ここの振りはってして寝る。そうだよ、今日もうへこみへこみパセリだから。そうだよ、いちご買ってきたんだ。あとキウイね、2割引きのいちごと半額のキウイね。買ってきたんだから。アマを買ってきた。見ますか。見ないですね。うわー、うわー、野菜ジュースだっていつもよりいいの買ったんだから、もう飲んだんだから。福ちゃんタコ2個ありがとう。うっ、しかも今日はサラピとナゲット食べたから、それでもう消費しなきゃ。明日もたくさん踊らなきゃ。いっぱい自主練習して上手くなります。上手くなるのでみんな見に来てください。見に来てね、これからも頑張るから。めめもうリコちゃんになっちゃう私。めめめって言ってる、いつもリコちゃん。パシェパシェパシェって言って、いつも膝に乗ってくるけど今そんな気分。ああ。オズさんファイト参加ありがとう。メメはあのあれですよ、ロバート秋山さんのやつだよ、クリエイターズファイルみたいなやつのみちくんっていうキャラクター、天才子役みたいなやつのやつだと思います。多分違うかな、もういつもメメメメ言ってるから。メメリコちゃん、あ、ドライヤーどうだろう、来たんかな。そう、この間リコちゃんにドライヤー貸したんですよ。なんか急に連絡来て、お昼になんかパシードライヤー貸してくれみたいな、ドライヤー貸してほしいって言われて貸したんですよ。そう、そしたらみかんついてきた。ドライヤーにみかんあげるって来ました。めっちゃ物があってんじゃん今日。やだやだ、なんかこの束がやだ、前髪の。ねえ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 、さっき見せたさあれが出てるじゃん。見て、これさっき見せた角が出てきちゃった。ほらほら、こういうことなんですよ、私の前髪ピンをしてる理由は。やだ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 、
周りにもなんでそんなピンするのって言われるけど、角が生えてるからなんですね。私はそう、なんか子供の頃ずっとこうやってなんか前髪全上げてツインテールみたいな、なんかこういうさ、こういうツインテールあるじゃん、こういうのよく多分してたから、ここで分け目なんですよ私。ここが分け目になっとってちょっとおでここんなアップでこう、そうだからここでもう分かれちゃうの、癖がついてるんだよね。美容師さんにも、もう毛穴の向きが上向きだから、あの短くしすぎると浮きますよって言われるので、もう付き合って生きていかなきゃいけないこの前髪と。やだやだ、やだ、なんか長いのがいる、やだやだどんどん出てくるじゃん。そう、もうやだ前髪。ね、どっから来てる長いの。うん、はい、 OK 全然 OK じゃないけどもいいです。一回上げたら直すまでに時間かかっちゃう。福袋とか買えますか。え、買わない。でも悩んでます。みんなは買えますか。え、そう、福袋買うのって聞きたかったよみんなになんかこの間、そう、なんかズゾタウン見とったら、ズゾタウンの下の方に福袋特集みたいなのがあって、あーもうそんな時期かと思って。悩む、だってさ中身わかんないじゃん。え、わかるの今時のやつって。悩む。 AKB さんの福袋買ったことあります。あのカフェ&ショップに、博多のカフェ&ショップに正月に混んでる中行って、高速道路めちゃ混みの中行って、もうね、何年前、6年7年前ぐらいの話なんですけど、そう行って買ったことある。ゆきりんさんのゆきりんだるまのクリアファイルが欲しくて買いに行ったことあるけど、でもあんまりさ私は買わない。妹とかはめっちゃ買うんですけど、上着は買いませんね。どうしようかな。悩む。悩む悩む、どうしようどうしようどうしよう。でも悩む、絶対買うって決めてもどこのを買うかはまた悩む。私はね、コスメの福袋を買いたいんですよ。コスメ、あ、私買ったことある。服の福袋買ったんよ夏ぐらいに。そう、買った、去年の夏ぐらいに買ったことあります。秋かな、分からんけど去年買ったんですよ。したら本当になんか、なんか言い過ぎだね、服の福袋買ったんですけど、なんかさ、なんかさ、なんかさ、あんま着れない系でも着たんよね。ミニスカートみたいな、ちょっと丈の短いトップスみたいな感じだったんだよね。でも検索したら当たりの人はバッグとか入っとって、ああ私のやつはハズレかと、なんかちょっと絶対売れ残り感あるなみたいなのが入ってたんですよ。だから悩みます、服は。でもコスメはさ、あ、でもコスメは迷うね。色味とか合わなかったらどうしようって。難しい難しい、どうしたらいいの。紅茶、そんなのあるの。私紅茶飲めないけど、私さ今日ねツイッターで見つけたんよ、いいねしてるんですけど、よかったら私のいいね欄見てほしいんですけど、広島の三越で紅茶のソフトクリームが発売始まるよみたいな、催事で始まるよみたいな、水色のソフトクリームを見たんよ。でみほりんが紅茶好きやけん送りました。私は紅茶飲めないんですけど、
あのアイスだったからとりあえずいいねしときましたあとさ、なんかリネちゃんがいいねしてて、なんかミッフィーの群れみたいなやつが流れてきたんよ今日流れてきたいいねはリンコがいいねした犬とリネちゃんがいいねしたミッフィーの群れが流れてきましたね。あとなんかさ、なんか私さ、もうツイッターからアイドルとして認識されてないのかわかんないんですけど、なんかさトピックスみたいな感じで出てくるじゃん、なんか旅行っていうトピックスみたいな感じでおすすめのツイートみたいな出てくるので、めっちゃ奥さんのファンの方のメールの返信出てくるんですよねしかも旅行っていうタイプ、なんかあれでくくりであるじゃん、なんか話題のツイートみたいな欄あるじゃないですか、ツイッターって自分のフォローしてる人のやつが見れるやつと別にあるじゃないですか、そこでめっちゃ出てくるんよ。そう、なんで旅行のタグなんだろうと思ったら、あの奥さんの生誕があったからみんな遠方から生誕祭に来て広島観光しましたみたいなツイートが出てくるから、あそういうことねと思って、そう私もツイッターさんからファンと思われた。そういうことがあります、最近は、うん、あ幸せそうで何よりと思っていいなって、生誕祭入れていいなと思いながら、うん、そうツイッターなんかそうおすすめでツイートとか出てくるんですよ。あとあの下北 FM の方、下北 FM のさプロデューサーさんをフォローしてるんですけど、フォロー来たから返したんですけど、その方がいろんなアイドルさんをリツイートするんですね。だからそれで可愛いアイドルさんをめっちゃ見てる、わあ可愛いって、わあ可愛い可愛いってめちゃ見ちゃう、この人の服好きだとか、なんかこういう顔好きだとか見てるそんな感じです、最近のツイッターライフの方は。あとは食べ物を検索したりしてますね、うん、うん、アイドルだよ私も一応ね、こんなマスクで配信してますけどもね、アイドルなんですよねそう私さ何でもいいのしちゃう、なんかこの間ラブ&ベリーの DS のゲームが15周年だったらしくていいねしました。すごくない、あのゲームが出てから15年なんだよ、私未だにハマってるんだけど未だにそのゲームハマってるんですけどと思って、もう私ツイッター、でも使いこなせてない自信がある。なんかツイッターってさ、もっとなんかなんとかなうみたいな、なうをつぶやくものじゃないですか。でも私のツイッターのさ使い方ってさ、なんかフッ素リンゴ味美味しいじゃん、まあ、それはツイッターっぽいけど、ツイッターっぽいですけど、うん、なんかもっとツイッター感を出したいな、ツイッターラーみたいな、リネタンみたいな普通にゃんこ、リニャは普通にゃんこじゃけど、みんにゃはどういうツイッターの使い方が正しいんだろう、正解はないのかな、誰がうまいですか。私クーカさんツイート好きだよ、クーカさんの昨日だっけ、昨日か一昨日のツイート好きです、あのドリミネーション終わったと思ったら昼だったみたいなツイートめっちゃ好きだったからリプ送ろうと思ったけどリプ送れんかった、あの勇気が出らんかった同期やったら2期生やったらそれなとか送れるけどさあ先輩もうめっちゃおもろかった、なんかリナタンがさ先輩にリップするときのがめっちゃ好き、おはようございますお疲れ様ですなんとかさんこんにちはみたいなあれ好きです、めっちゃ字数そこで稼ぐやつ好きです、あれ
2期生もめっちゃリネタにね、リネタめっちゃ言うやんって言って言ったら挨拶は大事だからって言ってた。そうだよ、挨拶は大事だ。私のなんかユキリカがめっちゃ褒めてくれたんよ、パセリって面白いよねって。なんかソラハさんが誕生日にアイスをくれたんですよ。それをツイートしたんよ。ソラハさんからメッセージカード入れたけど気づいたみたいなリプが来て、それにもう数秒後に食べましたって送ったんよね。数秒後は持ったかもだけど、数分後に食べましたって送ったんですよ。そしたらもう本当に秒でユキリカからいいねが来たんです。でこの間ユキリカに、この間さソラハさんのリプにいいねしたよねって聞いたら、なんかパセリって本当面白いよねみたいな褒められたから嬉しかったです。それなって言っといた。それなパセリ本当おもろいわって言ったらさ、えって言われたけど、私もあのリップ好き。なんか先輩に対してそっけなくさ、何もそう食べましたニコニコとかでもないのが好きです。なんかなんか食べましたみたいな、なんかガチ感みたいなの出てるのが好き。なんかシュールな感じが好き、気に入ってます。気に入りにゃんこです。ぜひ見てみてくださいみたいな方は。じゃあそろそろ終わりますね、本当に終わるよ。結局8分過ぎてるの。はあ、みんなもたくさんリプ送ってね、パセリに。全部読んでるよ、全部読んでるし、ずっと私は更新してます、リプランのあれを、通知を。返信待ってるよって、返信まだかなって待ってる。ちょっとスクロールしてるので送ってください。何でもいいです、何でもよくないけど、あの悪口以外だったら何でもいいです。パセリ今起きたよ、パセリ歯磨きしたよって、パセリフソのリンゴ味僕も好きだよとか、あツイッターやってないんですか、じゃあショールームのコメントしてください。待ってる、ショールームのコメントも嬉しいです。あとお手紙もありがとうございます、いつも。ちょっと足がしびれて、ちょっと体勢変えます。お手紙もめっちゃ読んでる、ありがとうございます。帰ってきてさ、あのお手紙ね、私玄関でいつも読むよ。玄関に座って家帰ってくるじゃん、玄関閉めるじゃん、鍵置くやん、靴脱ぐやん、玄関に座り込んでお手紙読み始めるんですよ。でちゃんと私あれなんよ、アイドルになって初めてファンレターが来た日から全部撮ってるんよ。なんかお手紙ボックスっていうのがあって、それに大事に入れてるから、あの読み返せます、いつでも。だって早く読みたいやん、だけん玄関で読んで。あとはもう事務所で受け取った瞬間読むこともある。読んでます、全部届いてるよちゃんと。あでもなんかプレゼントとかたまに、そうなんか規定のやつ、規定の条件じゃないやつで、なんか付箋でなんとかはダメですみたいな書いてある時あるけん、そうせっかく送ってくれたのにと、ごめんね。タンプレね、届いてる。でもなんかお話し会で何とか送りましたみたいな、何々送ったけど来たって結構聞かれたんですけど、まだ来てないのもあったので、多分これからですかね。スタッフさんも多分検閲とかしてるから、これから皆さんからタンプレも届くみたいです。お話し会で言われた、誕生日プレゼント送ったよって言われたので、楽しみにしたいと思います。やった、一生誕生日気分で過ごせるじゃんね、そんな。イエーイ。あとね、なんかクリスマスプレゼントも送ったよみたいな言われたので、
そんなもらっていいんですか。ありがとうございます。大事に使わせていただきます。わーい。え、それ本当に生誕の写真出ないよね。私、え、私のさ生誕祭ってさあったよね。本当に確かにありましたよ。私の生誕祭は2021年11月17日木曜日の17時30分開演しましたよ。私がめちゃめちゃ鍵穴で噛みまくった。だけど生写真出ないんですよ。でさあちょっと終わりますって言ってもう12分経ってるけど、生写真出ました。あのサンタクロースの生写真出たのでチェックしてください。でもあれはパセリが出るとは限りません、残念ながら。あれはランダムなので、今後もしサンタのグッズとかも出るかもしれんやん。その時にサンタのパセリをゲットしたい方は確実にゲットできると思います。もし出るなら。出るか分かんないんだよね。私たちも今日の生写真も知らなかったから出るか分からんけど、出るならあのランダムじゃなければ確実にパセリをあのお家でこうパセリを眺めることができます。パセリを栽培って言おうとしたけど栽培は違うなって思って今言葉が出てこなかった。パセリの栽培してるのは私です。アクスタ出るかな、どうだろうね。サンタねめっちゃ可愛いんですよ。なんか足元がめっちゃモコモコで可愛いの履いてるの。オフショット送りますね。今日もちょっと1枚送ったけどまた送ります。でもあんまりないんだよねオフショットが。ええ、ないんですよ。もう私なんか早着替えもすぎてさ、写真そう写真を撮ってないことに着替えてから気づく。こう他の衣装を着るじゃん。例えばこの間の大正ロマンみたいな服着た後にサンタとか着て、あやばいさっきの服全然全身撮ってないじゃんみたいな感じで気づいちゃう。よくない。撮ります。わサンタでも今年いっぱいサンタになれるってことだね。でもあれ夏ぐらいなんですよね。夏ぐらいにあったからあれ、18、19もサンタさんになるし25もサンタさんになるから、今年はいっぱいパセリサンタを見てぜひクリスマス気分を味わってみてはいかがでしょうか皆さん。え、待ち受け口のさ欲しい、自分の見たい、どんな写りか。無理かな。いっちゃんレインボーさん2個ありがとう。無理なんかな、終わりましょうかね。終わる終わる詐欺してるから今15分ですね。終わろ、終わる。おやすみ。明日四国のツアーですか。明日愛媛、明日、明日かい ね。15分になってた。ありがとうございました。皆さんさやの誕生日祝ってから寝ましょうね。じゃあありがとう、今日も話聞いてくれてたくさん。バイバイ。あ、違った話して満足したからバイバイとか言ってたけど、誕生日言います。誕生日読む最悪じゃん。私もう自分が話したいこと話して満足しちゃった。誕生日言います、ちゃんと。すいません、あちょっと待ってね行きます。13位チョコラブさん、12位おみかんさん、11位カメさん、10位ジロくん、9位ひでやすみさん、8位しんちゃんさん、7位クロさん、6位ふくちゃん、5位やすべえさん、4位デミタールさん、3位オズさん、
2位プーさん、1位トニさん、ありがとうございます。ありがとうございました。短め配信とか言って1時間15分してるんだけど、ありがとう、元気出ました、みんなのおかげで。笑顔で明日も過ごしたいと思います。今日ね、悔しくて悔しくてもう涙が出ました。もうやだやだ、泣き虫なの、最年長とか言っときながら泣かずに頑張ります。じゃあありがとう、バイバイ。また明日、バイバーイ。